僕がいなければタスク最終防衛ラインの僕さえいなければ勝利はくと名言恐ろおれは熱いねあれはいナイスーナイスなな <laughs> ナイス はいガメさんは最近口悪くなってきたのいや僕は好き。僕は暴言大好きなんで、もっと口悪くなってほしい。ま、人によってはね暴言怖いって思う人もいるかもしれないけど、人狼勢の僕からすれば暴言は面白いんだよ。 その人の人間性が垣間見えるから人が暴言を吐くとき暴言もまた人の深淵を除いているみたいなよくわかんないよくわかんないことを話してるからもう死人も全く覚えてませんこの人梅健三郎あっえっさっきも寝たのにはいはい玄さんの死体が死人あり たぶんね、<laughs> 暗室の中か、除染の前ぐらいで死んでると思いまうんです。停電中だから見えなかったんですけど、えっと、エレキからメインに登ったら光ってきま光ってましたね。おー、はいはい。コックピットでダウンロードしてるはずなんで終わって移動して,てもそこまでは届かんと思います。あ、俺に白出してくれたはい。ああ、ありがとう。えっと、まずタロちゃんに白が出せます、<laughs> 俺してね。ゃ<ー>僕が結構怪しい位置なんで言ってもいいですか <laughs> はい。 えっと、僕はメインの配線をやって今エンジンのちょっと待ってねエンジンの「ん、えー」のところにいますので結構直近だと思う <laughs> <ー>えそれはあれ、通路通ったら光るってことですか光ると思いますおーじゃあ結構直近僕がメインからエンジンの「ん」まで行く間だからもう5秒とか6秒ぐらいだと思うその間に誰ともすれ違ってないの僕はすれ違ってないでじゃあ出すにも白出せる 情報的には僕は最終エン、えっと、武器庫上に入って終了です。お<ー>えっとガミ伊豆でメインエレキカのはしごですれ違ってメインのゴミ箱、はい、その後、えー、エンジン武器庫上っていう感じで走っていってます、うん。ガミさんはじゃあするん えと伊豆さんがメイン上がるのと同時にエレキに降りて、で、メイヤさんがぐるぐるかどっかにいるのを見て、ガミは今診察にいます。プテドすれ違わないのがみさんと。プテアスさんも、えー、すれ違いましたね、多分エレキはどうだすれ違ったっけどっかで。メインで一緒に行いったのと、えイ、ー、あんまンに上がってくるプテアスさんかな。すれ違った覚えはありますけど。<laughs> なんかガミさんも、がみさんがエレキにいるの見えてるんで。うん、んえ、伊豆さん、武器庫っつった武器庫の上に入った瞬間終了です。 え、僕、上から出たところで終わりなんで、ディズさんとすれ違ってないっすよええー、ほら<ろ>、タイだ。100%います、そこに。タイだ <laughs> いやいや。どこから入ってるの伊豆それ、どういうルートええっと、メインエンジン、武器コウです。え、エンジンとコミュの間のドア、僕、開けてないっす。エンジン、でも100%開いてますよ、そこに。開けました。あ、じゃあ、出たとしたら、高田さんすけど、高田さん、どこまで行きましょう俺はまだコックピットの中だよ。あ、じゃあ、 高田さんが入ってきたと多分コクピと閉まって、コミューカ閉まってるんで。じゃえっと、扉情報見たら分かるってことですかちょっと待って、僕、先に言いたい。宿舎左右のドア開けてミーティングです。宿舎金庫宿舎ミーティング。え、こんな入るあら。え、マジか。俺はトータスの方を指示して宿舎ミーティング。俺は直前まで到達と言うから。いや、なんか普通に到達さん信頼できるからつっちゃったな、勢日あれ、なんか奈五子さん目線で僕に白が出るってなんでだ。 最後まで一緒にいたのってナナコさんだった梅メゲさんに見えたけどまあ停電中だから別に釣っていいかなってのもあるけど <noise> まあ一応ボタン押します <noise> ナイスー<い>ナスーただただ今、えー、コミュニティンエンジン館のタオ開いてました開いてましたあーおさんが連れてかれてんだ マットコミュニテさんが神館は空いてませんがガビさん連れてきてかいなコミュニティーン神が空いてるのは確認しましたそうそう。さっきの右の話ってどうなってるか教えてもらっていいですかえっと奈良子さんが僕に白を出したのってはいえっとよく俺の位置確認しないでみんなつったなと思いながら聞いたんだけど俺が5秒以内に多分ゲンさん見てるのねさっきプテが言ってた直近ぐらいのキューだと思うっていうのはその通りで俺は覚え毛を見てあの ダイヤが揃ったから大喜びで、あの貨物ゲウメケと出会い、その後アーカイブからシャワー入って、でそこでタロちゃんが上行ったでしょ？ああ合ってる。ちょっと僕は見逃してましたけど。はい。で、えっと源さんとシャワーの下の方であの出会って、源さんは左に向かう。俺は覚えゲ。覚えゲ入力して終わった後、シャワーのわあたりまで来た時になったっていう状態なのね。ああ。源さんが五秒以内のぐらいのキルでそこら辺に向かってでぐ殺されてるっていう状況だと思ったので、はい。はい。 あそしたら、えっと、7さん視点だと、もう基本プテぐらいしかないと思いますね。えっと、ガミさんが死んでるんで、えっと、ガミさんがエレキに入ってきてたから、俺、ガミさんが怪しいかなと思ってたんですけど、ガミさんが連れてかれるんだったら、えっと、僕無線でプテがめちゃくちゃ怪しい位置になるの。じゃちょっと話してもいいですかさっきの、えっと、入れた5票聞きたい。あ、僕スキップ聞きたいな。スキップ,スキップもいし僕スキップ入れてないんだよ。俺スキップ。僕もスキップ入れてる。スキップもう一度出てこないんだったら、イズじゃない でも、伊豆さん。あまあ伊豆さんからスキップ入れると思うけど。もうちょっと粘りたかった。もうちょっと粘る。まあ、なしにたからちなみに、俺はトータスとコックピットにいたので、どう考えるか。トータスの意見を指示したいです、俺は。前回のターンからで。うん。一応、梅ケンさんの最終しか出てないけど、最後、僕と梅ケンさんは昇降機右に重なってました。赤グルーは一応開けて、一階段降りてます。昇降機右で重なってるのは、なおのこと無理です。えななこさんは無理っていうのは出るんだっけ い出ないけどめっちゃ印象がいい。あだいぶ弾いてるからね。<laughs> なんかプ俺目線だと、えっと、伊豆さん、プテの順でエレキですれ違って二人で上がってて、女、ね、神さんがその後にエレキに入ってきてるから怪しいかなと思ったんだけど、道連れ状況なのでもう基本、じゃあ、手ぐらいしかなさそうな,感じかな まあセルフはお前までてほしい。セルフはよりはナコさんでいきます。エンジンスキップだもんね、さっきのね。さっきスキップ。さっきのスキップ僕印象いいと思ってるから。エンジンのんってどっちのんだったの結局。エンジンのンずっとたのに。人の、人のこれ7連覇面だよね。様子見でよくないこれ。どうなんかロラするより、様子見タンズりで2切れ起こった場合に、 名ならどっちかをつるでいいと思うんだよダメこの進行。マットが落ちてるからこそ八人釣りからタン釣りができるんだよね。本来だったらできない進行だけど。<laughs> 誰もボタンを押,押しに行きがないってみんな心の中で豚さん人外で決め打ってるって知事。 奥だけ、やあほら、もっといいしょ。<laughs> いいしょ、なりませんね。名屋 <laughs> <laughs> さん、ああ、えっとね、メインの女性になとこに、確か、来たかな。どれぐらいの人アルタカナナでしたっけアルタカ。うん、アルマを覚えてる。あ,あ、どうぞごめんなさい。うん キッチンだよ俺もメインの女性に来てますね。え、もう最後の方いや、僕と慎太郎さんメインきは,いは,いはい。で、僕がもう釣り進行にするかタスクするかちょっと悩んでうろちょろして、慎太郎さんシャワー入って、で結局女性のタスクを0から100までやり遂げて、出るときにメイヤさんたち入ってきてで、そのまま僕、込みの方まで直行で込み直し。 僕はキッチン脇で展望でアップロードした後、武器庫の重両方閉まってコミュニに向かった時にはもうすでに治っていて、エンジンコミュのドアの間を光で埋めさんを見て、コミュニの中にも死体はなかったです。僕エレキで浮いてます、最後。シンタローエレキどっからいったそれえっと、メインから入ってます。<ー>シャワー側。 そうですね、僕メインはいて、<ー>さっき梅ケンさんがいてより、ね、セッシャワーはいたんですけど、そこからまたメインで来て戻って。で。うだ、ん、セキュリティです。セキュリティアップロードはたとこで、ナナコさんがボタンか。実践梅ケンさんはかなり白いです。メイヤさんがその前に原産レポートした時もなんか、右側のツールでしたよねメイン上がって。ちょっと右側でしたっけしんできるか。 まあ僕の意見としてはもう奈良子さん釣らずに決め打ちたいなっていうのが、うん、そうしていただけると決め打つのはいいんですけど、まあ、今回のゲルに出ようとしただったら僕は当然入るし高田さんと到達さんはお互いどう見えてるんだっけ到達と俺がエレキメイン間ですれ違って俺がメインのタスクやった後最後エンジンで梅健太ってた高田さん宿舎から降りてきませんでしたあれ 一回宿舎側に上がったけど、こーに側に行ってる。る一瞬上がっただけで。なるほど。それか。まあでも、僕目線、トータ達さんが一三つってるのもあるんで、高田さんの方が濃いって感じかな。あ,<ー>あんまりインポスターあの対抗しに行く感じがしないから。シャワー側の扉っっっっててて開いたたんだっけ閉まってたんだだけけ閉ま僕が通ったときは開いてた。 なぜ決め打ったかっていうと、タスクきついんですよね。かなり。ちょっとタスクきついから、あ、釣った場合普通に1キロ入って4人番面できつい,いなと思ったんで、釣らずの進行でいったね。 ちょっとワープしたかったんで押しました。すみません。はい。あーとかも僕タスク絶対終わんないです今回。あましでもういやもう終わんないですね。僕もう絶対終わんない。もう一本もうあと1時間かかります。意外とに終わんないです今回。まああのアルマウメケンが本当にお互い白で取り合えるんだったら、お互い白かは出ないと思いますけど、一応ウメケンさんに言っておくとアルタカナナでキッチンマキして。 うんえっと、七高が上、右に多分分かれていて、で僕が展望に行っていて、うん、で最後、固有の方まで来てるって感じなんで、まあ、状況的にちょっと厳しいと考えてもらったら嬉しいなくらい。うん、俺がなんかのメインのタスクをやっている間に、うん、梅犬が直通でメインを抜けてるってことだよね、メインエンジンでそうですね、除染終わったら、もうそっからすぐヒューって抜けてますね、タスクゼロで。うん で、僕視点はアルマ君のいは見えてないけど、僕ってコミサボ直したって言ったのは割と後の方で、アルマ君が先行して言ってたから、アルマ君、あ、でも人、人外でそこでし、人外視野で見えたとして、メインの名屋さんに関われるかどうかだな、そこから。 いや、厳しいと思うけどな。武器庫から入ってるんで、僕だった場合、うん、キッチン脇展望キッチンでメイントンで切るして、戻ってきて武器庫から合流って感じ。そうそう、で、高藤もいるからその辺に、ね。あと、俺が切っている場合って、基本メインの左側のみになるよ。ですね、メイヤさんが除染終わって小ミサバ直しに来てるなら高田さん。階段より左とエンジンの扉から右側でしか切れない。新太郎が通過している人物になるから、そのシャワー、うん メインそうですねメインの右とシャワー通ってるからそう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 。まあ釣り進行になるんだったら僕クと宝さんはあれ別に伊豆さん釣り場面でスキップ入れたのって俺と誰だっけ中野くんと明也くんとプテさんプテかそうかじゃあとインポスターでも入れてるんだ。んスキップってアルメプティーズじゃなかった？アルメプティーズ多分それ合ってるよあれ？ なんか5人目で出てきた。まぁじゃあ、伊豆さんがスリップしたいんだね、伊豆さんが。あれ奈々子さん、あの時入れたって言ってなかったです。オールスキップ入れたって言った。あれえああ、ごめんなさい。まぁ、これ釣るんなら投票はした方がいいと思いますけど。いや、これあと1インポスターっすよね、だって。あと1インポスター。いや、ちょっと助か終わらんけど待ちたいな、切るわ。あ、待ってな。いや、誰釣るんですか、これ。あ、僕かたからさんになると思う。真ん中で終わらなかったら梅剣っていう形で、まあそんな感じになる。 あんんんまでももちゃんもあんま人外に見てねえんだよな昼待ちましょうやまあ梅源さんここで切れ待ち師匠するんだったらやっぱ白かな基本的に高田さんに見える東澤さんが1ポスターでマッとにあのかぶせ方すんのかなって思うんだよね <laughs> でもアルマ梅源で無理そうみたいな意見になってるんなら高田さんがまあ本戦にはなるんですよ あーでもこれ配線最後だから僕はタスク大丈夫だジジューあれ配線最後じゃなかったまあ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 、まあ、ナイスセレンジジ何全然ジジじゃなくてニューロヒカリ どこああ、1キロだったらいいなぁ。えじゃあ、タスクいけるんじゃないですか白すぎる。いや、厳しいですね。なんでちょっと厳しいな。え、2分ありますよ、2分。いや、厳しいという問題じゃないですよ、僕のやつ。まあ、釣るなら剣士釣りかなん。 俺の行動見てセキュリティルームでボタチえっ落ちちゃったあごめんなさい僕も落ちましたああそいなんだクタスクさあいやあれを抜きでちょっと当ててあれが何何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 あ何何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 あ何何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 で何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 何何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 ね じゃに響くように言うようう言俺がはエレキを通過してせでタスクやるときに梅犬と交差 <laughs> でタスクがやってる最中に停電 <laughs> で展望できる死体がないかと結構時間かかってたので探しに行って7上上がったら7個が、えっと、バーガータスクのとこにいたっていう形だから俺がキルするタイミングがめっちゃあります。 <laughs> それはそう <laughs> そ,それはそう。チャールいや、それはそうなね。まあ、梅剣が外れたの最後梅犬とすれ違ったけどキルしてなくて、<laughs> このボタンだから、よく俺をキルしなかったなと思って、梅剣が。で、剣士は俺がバーガーにいるの気づかずに、展望的にキル探しに行ったんじゃねえかなと思ったんだけど、今剣士から、が剣士がバーガーにいるってとこまでってたから、今回のインポスターはタロちゃんや <laughs> いやいや違いうよみたいなこと。<laughs> まだシーナ様のあれ聞いてないですよし。<笑><笑>確かにタロちゃん聞いてない。まあ僕の城主長としてはまず奈々子さんのローラーを止めたいと最初に言ったのが僕。でする場合には信太さんに託れって言ってトータさんを走ったのも僕です。確かにね。そう,そうね。うね一応さっきまあ短い時間ではあったけど下端ボタンも押してるんで。確かにあのボタンめちゃめちゃ白かった。<laughs> お、これ剣士や。

いや新太郎の前で切んないと結局勝てないかなと思ったからるほどロ太郎探してた。新太郎の前で切ってそこに。シンタロー、シンタロー、天望にいたから。ええ天望にいたのいう。奈々子さんと新太郎もーはほぼ見合ってるぐらいの位置だった。あ、そうな俺、気づいてなかった。伊豆さん、結局、ドア開けて入ってきてたんドア開けて僕、コックピットの方に行ってます。ああ、なるほど。